皆さんこんにちは。こんにちは。マロでーす。キュータロでーす。さあ今日はね、実は阿蘇の猿回し劇場と河口湖の猿回し劇場に毎年、ね、いや年に送っていただく方からファンの方からゆーパック来ました。はい、早速開けましょう。開けましょうか。開けましょう。チョロくんが見てください。もう分かってますね。食べ物だと思うんだよね。そうですね、いつも食べ物くすぐらいありがたいよね。確認してみましょうか、うん、ちょっと待ってよキューちゃん。あ、ちょっと新聞で。来ました。来たよ来たよ。なんかお手紙入っちゃう。読んじゃいますよ。お猿ちゃん、皆様ご無沙汰しております。コロナ禍また大変な状況になってしまいました。長野も8月5日はポンちゃんの誕生日。あと河口湖のお猿さんを代表してボスポンちゃんの誕生日ということで、みんなにもちょっとですが、ちょっと結構あるね、おやつを。缶ジュースはお店にあった全種類を暑さ続く日々、お猿ちゃん皆さん体調崩されませんようにということで、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、これちょっとなんか開けて、はい、お菓子がちょっともうね、早速いや、これ見せるかもしれない。先週来ましたよ。じゃあマロクもなんか、マロクいい、じゃがりこいい、じゃがりこ、キュータロクもじゃがりこもらう。ちょっとあの、実はじゃがりこさ、クリマツの大好物なんで、ちょっといいよ、クリマツ、いいよ、いいよ、クリマツはもう勝手に、じゃあ、すいません、今日はマロクじゃがりこいただきます。食べちゃう。キュータロクも、ほら礼儀正しいから勝手に取ったりしない。取った、やっぱり取った。全然礼儀正しくなかった。うわすごい、やばいやばい、クリマツ状態になってる。ちょっと待って、俺も食う。ちょっといつも食べ過ぎじゃない。ちょっと待って、やっぱりお猿さんはじゃがりこが大好きなんだね。あれ、マル君、いいだってこうやってあげたらキュー太郎が怒っちゃうから、はい、さあ皆さん、はい、マル君もいただきます。はい、ゆっくり食べようね。皆さんね、あの差し入れ本当にありがとうございます。ありがとうございます。あとお猿さんたちにみんなあの分けてあげますので、はい、いつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。あ、ここに缶も入ってるんだね、多分。すごい、うわ、ジュース。じゃあ皆さんチャンネル登録お願いします。いいねももちろん、差し入れもどんどん待ってます。劇場で待ってます。ありがとう太郎くん。